ウディアレン。ウディアレン、ウディアレン。1935年12月1日体は、アメリカ合衆国の映画監督、俳優、脚本家、小説家、クラリネット奏者である。日本語では、ウッディ、アレンと表記される場合もある。アカデミー賞に、史上最多の24回ノミネートされ、監督賞を1度、脚本賞を3度受賞している。 身長160センチメートル、本名はアランス・スチュアート・コニグズバーグ。ウディ・アレンはニューヨークのブロンクス区で、ロシア系イコールオーストリア系ユダヤ人の家庭に生まれた。父親のマーティン・コニグズバーグ、マーチン・ケニヒスベルグ、1900年12月25日から2001年1月13日と、母親のネティ・ネティ・チェリー・ケーニヒスベルグ、 1908年の2002年1月はアレンが生まれてから妹のレッティ、レッティ、1943年隊が生まれる直前までブルックリンを中心に十数回も引っ越しを繰り返していた。その間、母親の姉妹やドイツにおけるナチスの迫害から逃れてきた親類とのにぎやかな共同生活と蘇生の知れない時に凶悪な面を見せる。 ベビーシッターとの生活を余儀なくされた。ゆえに、アレンの幼年期は主に女性に囲まれた精神的かつ、言語的に混沌としたものだった。また、母親は時々アレンに対して激しい叱責、字には手モデルを行った。妹のレピに対しては、はるかに穏やかな扱いだったので、アレンは大事にされている、愛されているという感情が持てなくなった。ひねくれた少年の行く先は、 現実逃避で、アレンはコミックや映画、ジャズに傾倒するようになっていった。コニウズバーグ家は正統的なユダヤ教徒だったので、ユダヤ教の様々な儀式を行い、アレンもまた8年間もの間、ヘブライ語学校に通うことになった。これは宗教嫌いに拍車をかける結果になった。パブリックスクール卒業後、1949年にミッドウッド、 ハイスクールに入学。生まれつきの赤髪のせいでニックネームはレッド。アレンはカードマジックに傾倒した。16歳の時にアレンはマジシャンとして初舞台を踏むが、すぐにマジシャンとしての自分に見切りをつけた。同級生の前でマジックを披露しているうちに面白いやつという評判が立ち、アレンは徐々にコメディに傾倒し、その道を志望するようになっていった。 アレンと同級生のミッキー・ローズは、ジョージ・エスカウフマン好きということで、伊藤合氏、後にアレンの初期の映画で共同で脚本を書いている。1952年、ハイスクール在学中に、アレンは PR の仕事をしているいとこや、ニューヨーク・デイリー・ミラー、ニューヨーク・ポストなどにいわゆる、はがき職人として、ギャグを送り始めた。この頃から、筆名として、ウディ・アレン。 極短期間、ヘイウッド・アレンともを名乗り始めた。数々のギャグは、コラムニストの手によって、市場で紹介され、人気を博した。これが、芸能エージェントのデビット・オ・アルバーの目に留まり、アレンは、アルバーの下で、ウディ・アレンとして、臨時雇いのギャグライターという道を歩むことになった。1953年、アレンは、ニューヨーク大学教養学部に入学した。 映画制作を専攻し、英文学とスペイン語を中心に学んだが、授業の大半をサボり、試験は数をつけ、レポートは例の調子でコメディ風といった調子で中退してしまった。ニューヨーク市立大学シティカレッジ映画化に入り直したものの、アレンのサボり癖は収まらず、またもや中退。母親のネティは最初こそ絶望したものの、 ギャグライターとして何とかならないものかと考えるようになり、親戚のエイブ・バローズという最強のコネを使って後押した。バローズはアレンの才能を高く買い、シュド・シーザーやピーター・リンド・ヘイズなどのテレビ司会者を紹介すると、共にアレンにギャグライターだけではなく、シリアスな芝居とコメディを両立させることの必要性を説いた。1955年、同級生の2位。 ハービー・メルツァーとマネージメント契約を結び、この有能なマネージャーの強烈な推薦で NBC の放送作家養成プログラムに参加し、アレンはギャグライターと放送作家を並行して行うことになった。シド・シーザーのグループでダニー・サイモンやメルブルックス、ラリー・ゲルバードらと共に働いた。1958年、アレンとゲルバードはシド・シーザーの特別番組で シルバニア賞を受賞し、同作品はエミー賞にもノミネートされた。パッド文章で再びエミー賞にノミネートされ、放送作家としての地位を確固たるものにした。しかし、アレンは放送作家という仕事に興味を持てなくなる一方で、続々舞い込む仕事に心を病み、1959年から精神科への通院を始める。パッド文が打ち切られた1960年から、 アレンはスタンダップコメディアンとして活動を始める。ブルーエンジェルでの初舞台は散々な評価に終わったが、舞台を重ねるうちに腕をメキメキと上げて人気を集めていった。1962年8月にはニュースウィークシュがアレンをシェリー・バーマン、モート・サール、デニー・ブルースに次いで現れたコメディアンの中で最も革新的と評価し、 1963年2月にはニューヨークタイムズ氏が同様の舞台表を書くまでになった。評判を聞き、映画界からのオファーが飛び込み、アレンはその世界へと身を投じた。生まれ育ったニューヨークの文化や暮らし、人々の精神性をテーマにすることが多い。しかもそこに住むユダヤ人のそれを主題とする。 ユダヤ人であることの差別とそこから来るコンプレックスや自己意識などを織り込んだコメディを得意とする。演じる際には自らをカリカチュアライズしたようなユダヤ系の神経質なインテリを演じることが多い。なお、フランスなどの先進国を中心とした国外においても非常に高い評価を受けていることでも知られる。また、一部の作品を除いてアメリカ国内における工業成績は 決して高くはなく、アレン自体も、そのことを皮肉った発言を行っている。なお、アメリカ国内より国外での興行成績が高い、作品もあるにもかかわらず、口述のように多くの人気俳優や女優が競って、出演することでも知れている。またアレンは、ハリウッドに背を向けた映画人としても知られている。アニーホール、1977年で、アカデミー監督賞。 作品賞を受賞した時も受賞式には出なかった。アレンが唯一アカデミー賞の受賞式に姿を表したのは2002年の受賞式で特別プログラムとしてニューヨークを舞台にした作品集の紹介を依頼された時だけ。それは前年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロで犠牲になった人たちに捧げるオマージュとしての企画でアレンは出演したものの それが終わると直ちにニューヨークに戻ってしまう。それにもかかわらず、アレンがアカデミー賞にノミネートされたのは24回で最多の回数である。1960年代の後半から1970年代にかけてアメリカの文芸誌であるニューヨーカー誌を中心に短編小説を書いている。そのうちいくつかの作品は映画化された。ザ・クーガルマスエピソードで年に オーヘンリー賞を受賞。幼年期のラジオ体験からジャズに傾倒した。最初の妻ハーリーンとはナイトクラブで知り合い、即興演奏、ハーリーンがピアノ、ウディがクラリネットをすることもしばしばであった。映画監督として体制してからは、テレビショーやミュージックフェスティバルで吹くことも多い。ニューヨークのマイケルズパブのレギュラーバンド。 ウデアリナンドヒズ、ニューオールリンズジャズバンドの一員として、毎週月曜日の夕方にクラリネットを吹くという、習慣を数十年続けている。アカデミー賞の授賞式をすっぽかして、いつも通りクラリネットを吹いていたことは、一つの伝説となっている。ドキュメンタリー映画、ワイルド・マンブルース。1998年、監督バーバラ・コップルでは、ニューオールリンズジャズバンドを率いてのアレンの、 ヨーロッパツアーの模様が描かれてい。また自作の映画の中ではジャズを BGM として多用することが多い。映画で共演したダイアン・キートンと付き合っていたが、長く続かず破綻。その後、ミア・ハローと同居するようになるが、彼女の養子の韓国人女性、スギー、当時21歳との交際が発覚し、ミアと訴訟を起こすこともあった。ウディとスギーは、その後結婚し、 女の子二人を養子にとっている。ダイアン・キートンとマンハッタン殺人ミステリーいい1993年では共演しているが、これは本来ミアハローの役として話を書いたところを、私生活のごたごたの関係で変わってもらった、とウディアレンは語っている。アレンはアカデミー賞の常連にもかかわらず、受賞式には一切出席しないことで知られていた。しかし、一度だけ出席している。 2002年の受賞式で行われたアメリカ同時多発テロ事件犠牲者のツイートがでの1コマでアナウンスなしにアレンが登場し観客の拍手喝采を浴びた。これは前年のアメリカ同時多発テロ後のニューヨークに関する作品を作るというプロデューサーのイコー Q での出演だった。またアレン作品の出演者もアカデミー賞を数多く取っている。アレンは 英国映画テレビ芸術アカデミー賞各賞も数多く受賞している。1997年には同協会よりフェロー称号を贈呈された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。